まさか、そんなのぼったくりじゃない。ドイツ人女性による日本のホテルにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは。パーソナリティのまゆです。今回は、やられた、日本のホテルにぼったくられた。日本のホテルと世界のホテルのある違いに、ドイツ人がブチギレ。でも、実際にホテルに泊まってみると、の話題です。海外。気に入ったら予約すればいい。皆さんは海外のホテルに宿泊した経験はありますか？海外のホテルと日本のホテルではあらゆる部分で違いがあります。日本には海外のホテルとは違う独特のルールやサービスが存在しているのです。そして時にはその日本と海外のシステムの違いで訪日外国人さんから怒りを買ってしまうこともあるようです。今回ご紹介するのは日本にやってきたドイツ人女性が日本のホテルに宿泊して憤慨してしまったというエピソードです。果たして彼女を怒らせた日本のホテルと海外のホテルの違いとは何だったのでしょうか？そして彼女の怒りは収まったのでしょうか？早速ご紹介していきます。私はドイツ人。今は主婦をしているわ。私は数年前、夫のトーマスと一緒に日本を旅行で訪れた。当時の私たちはまだ結婚していない交際期間だったわ。そしてこの時の日本旅行は私たちの中でとっても思い出深いものとなっている。なんで思い出深いかというと、それは喧嘩をして別れの危機に直面したから。今では当時の喧嘩を思い出しては二人でよく笑っているの。なぜ私たちが喧嘩をしてしまったのかについては、日本のホテルのある特別なシステムが影響していたわ。喧嘩の予兆は旅行計画を立てている時からもうすでにあった。日本旅行本当に楽しみね。どういうスケジュールで過ごそうかしら。そうだな。まあ東京の繁華街は絶対に訪れたいよ。何せ東京は世界でも有数の大都市だからね。当然よ。東京の街でショッピングをするのを私はとっても楽しみにしているわ。それから京都にも行きたいね。京都はとっても歴史がある街で、僕たちのような外国人観光客に大人気らしい。じゃあまずは東京で過ごして、その後に京都？私たちは日本に4泊する予定だから、東京に2泊、京都に2泊かな。そうなるね。でもそもそも東京と京都ってそんなに簡単に行き来できるのかしら。列車の中で泊まらないといけないとかはないのかな。ないだろう。日本は発展しているし、公共交通機関は充実しているはずさ。それに国土の大きさを考えるとそんなに移動に時間はかからないだろう。そんなのわからないじゃない。ちゃんと調べてみないと。大丈夫さ。それくらい考えたらわかるだろう。僕たちは僻地に行くわけじゃないんだ。僕たちが行くのは日本だよ。あんなにも発展した狭い国土の国の中で移動するのに、そんなに時間がかかるわけないよ。それならいいけど。じゃ、とりあえず東京2泊で京都2泊ってことにしよう。じゃあホテルは僕が適当に取っておくよ。大丈夫？私が取ろうか？大丈夫だよ。何か心配かい？いや、あなたってそのアバウトなところがあるから予約を任せちゃって大丈夫かなって思ったのよ。そんなこと考えてるのか。問題ないよ。ホテルの予約くらい僕にだってできるさ。この前のミュンヘンへの旅行も僕がホテルの予約をしたじゃないか。あれは国内旅行じゃない。今回は遠く離れた日本よ。何かあったら大変なことになるかも。もし予約ができていなかったりでもしたら野宿をしなくちゃいけなくなるかもしれない。僕は子供じゃないから大丈夫さ。それに僕に代わって君がやった方がいいなんて保証もないしね。別に君だって海外旅行の経験が豊富だってわけじゃないだろ。まあ確かにそうだけど。大丈夫大丈夫。
僕が適当にやっておくよ。こうして日本旅行のホテルの予約はトーマスが行うことになったわ。でもこの時から私は何かトラブルが起こるんじゃないかとかなり心配してた。彼はかなり大雑把な性格、物事をちゃんと確認したりするのがとても苦手なの。仕事でもうっかりミスが多いようなタイプらしいし、料理を作る時もレシピを見るのが面倒だと言って勘で作って大失敗する。そんな人に海外旅行のホテルの予約を頼むなんてとっても心配でしょ。私は彼のプライドのためにもはっきりとは言わなかったけど、正直自分が予約した方がいいって思ってたわ。そして旅行当日、飛行機の中での会話で私の不安はさらに大きくなった。日本ってどんな感じの環境なのかしら。ワクワクするわね。あ、ガイドブックで見る限りとっても魅力的な国だよ。ホテルも結構綺麗なホテルだし楽しみだ。旅行でのホテル選びは大事よね。どんなホテルを予約してくれたの？東京は先進的でおしゃれな感じのホテルだ。それで京都の方は日本風のデザインを前面に押し出している雰囲気のあるホテルだよ。ほら、これがホテルの写真さ。わー、素敵。こんな綺麗なホテルに泊まれるなんて夢のようね。そうだろう。今から楽しみだよ。そうね、楽しみ。でもこんな立派なホテル結構高かったんじゃない？それがそこまででもなかったんだ。いくらなの？東京のホテルも京都のホテルも多分一泊60ユーロくらいのはずだよ。え、安すぎないかしら。でも多分って何？あー、多分。はっきりと値段がわからないの？ネットで予約したんだけどさ、なんだかややこしかったんだよね。60ユーロの部屋だと表示してあったのに、細かい情報を入力していたら途中で120ユーロに変わったりとか。だから正確な価格はわからないね。はっきりとした価格がわからないのに予約を確定したの？どうするのよ、現地で払えないくらいのお金を請求されたら。それは大丈夫さ、多分60ユーロ程度だと思うよ。気にしない気にしない。私は彼の話を聞いてうんざりした。やっぱり彼はいい加減だったわ。海外での宿泊料金がまともに分かってないなんて、そんなの旅行中ずっと心配で気が休まらないわ。彼は問題にしていないようだけど、もし私たちに支払えないようなとんでもない価格を請求されたら、私たちは野宿決定よ。私はこの会話をした後すぐに寝たわ。これ以上彼と話をしたらブチ切れてしまいそうだったのよ。隣同士座っている飛行機の機内で喧嘩なんてしたら大変。お互いに逃げ場がないからね。気まずい空気のままずっと長時間隣同士で座っているなんて絶対に耐えられないわ。そう思って私は彼に向かって文句を言うのを我慢した。そして飛行機に乗ること10時間以上、私たちは日本に到着。立派な空港から電車を乗り継ぎ、東京の繁華街に行ったわ。東京の大都会を見ての第一印象は、想像以上に立派な街だということよ。とても大きくて、賑やかで、楽しそうな街。東京の街を見たら、私は今すぐにでも遊びたくなったわ。ねえ、ちょっと、ウィンドウショッピングをしない？え？今から？うん、今から。ダメだよ、まずはホテルにチェックインしようよ。10時間以上のフライトはさすがに疲れた。もう夕方だし、今日のところはホテルで休もう。明日は存分に遊べるんだし。ケチ。部屋で休むと言ってもどうせ晩ご飯を食べに出ないといけないのに。私はそう思って少し不機嫌になったわ。しかし、そんな私に気づいているのかいないのか、彼はずんずんとホテルの方へ歩いていった。そして、東京の街の誘惑に耐えながら歩くこと10分程度。私たちは、この日宿泊するホテルに到着した。
今日泊まるのはこのホテルだよ。すごいわ、とても立派。私はホテルを見てとってもワクワクしたわ。こんな立派なホテルに泊まれるなんて素敵。さあ、早くチェックインしましょうよ。もう、君は本当に調子がいいな。さっきまでは街で遊びたいなんて言っていたのに。もう遊びは明日でいいわ。今日はホテルでたっぷり休みましょう。ホテルを見た瞬間、私のさっきまでの機嫌の悪さは一瞬で吹き飛んだわ。そして、私たちは意気揚々とホテルに入り、チェックインをするためにカウンターに向かった。トーマスがカウンターのスタッフと手続きをしている。カウンターのスタッフは外国語ができるようで、ドイツ人の彼とも自然に会話ができているわ。ホテルの外観も立派だけど、スタッフもかなり優秀なのね。これは合戦期待できるわ。私は早く部屋に入りたくてうずうずしていた。しかし、チェックインの手続きがなかなか終わらない。そして、トーマスとスタッフが何やら話し込んでいる。何かあったのかしら。ねえ、トーマス、どうしたの？私が声をかけると、トーマスは罰が悪そうな顔で、OK と言って、スタッフから鍵を受け取った。さあ、部屋に行こう。部屋は7階だ。エレベーターで行こう。どうしたの、トーマス？なんか、揉めていたようだったけど。いや、大したことないさ。大したことない？本当に？ああ、本当さ。じゃあ、なんで揉めていたの？別に揉めていたわけじゃないさ。ただ、一泊の価格が60ユーロじゃなかったんだ。いくらだったの？120ユーロだった。だから、2泊で240ユーロだ。え？想定していた価格の2倍じゃない。まあ、いいじゃないか。大ごとになるような価格じゃなかったんだから。よく考えると、60ユーロは安すぎと思っていたからね。想定よりも高かったけど、よしとしようじゃないか。私はトーマスのその態度にブチ切れた。ホテルの価格が想定の倍だなんて、十分大ごとよ。なんだよ、騒ぐなよ。注意されるぞ。エレベーターの中だから大丈夫よ。それに、それもこれもあなたがちゃんと予約の時に確認しなかったからでしょ。そんな固いこと言うなよ。だからあなたに予約を任せたくなかったのよ。もう二度とあなたと一緒に旅行になんて行きたくないわ。なんてこと言うんだ。そんなこと言うなよ。仕方ないじゃないか。これは君が予約していたって怒っていたトラブルだと思うよ。なぜよ。今スタッフの人から聞いたけど、日本のホテルと俺たちが知る欧米のホテルとでは宿泊料金のシステムが全く違うみたいなんだ。どういうこと？日本のホテルでは海外のように部屋ごとの価格だけではなくて、その部屋の宿泊人数によっても価格が変動するらしいんだ。まさか、そんなのぼったくりじゃない。僕たちの感覚だとそう感じてしまうね。でもこれも文化の違いなのかな。まあ、せっかく日本まで来たんだから、そんなに怒らず楽しもうよ。ほら、7階に到着したぞ。私は彼がちゃんとホテルの価格を分かっていなかったことに腹を立て、激怒してしまった。そして、彼からその原因を聞くと、それは日本のホテルのぼったくりとも思ってしまうような料金システムにあった。私の怒りは、それを聞いてトーマスから日本のホテルのシステムへと移ったわ。私は怒りを覚えたまま、部屋に到着。釈然としない気持ちで、私は宿泊する部屋に入った。でも、部屋はとても素敵だったわ。とても綺麗で、清潔感があって、おしゃれな部屋だった。しかし、私は不機嫌になってしまい、黙ったまま椅子に腰を下ろした。トーマスは、とても素敵で綺麗な部屋じゃないか。こんな立派なホテルに泊まれるなんて、最高だな。なんて、必要以上に大きな声を出して、私の方をチラチラ見ていた。そんな彼のわざとらしい態度にも、私は腹が立ったわ。しかし、
じゃあバスルームを見てこよう。と言って、トーマスがバスルームを見に行った時、日本のホテルの驚くべき事実が発覚したの。なんだこれは。信じられない。これは、俺たちが使っていいのか？バスルームからトーマスの叫び声が聞こえた。私は何事かと思い、バスルームに駆けつけたわ。どうしたのトーマス？これ見てみなよ。トーマスが指を指したその先には、なんと綺麗に畳まれた新品のタオル。そして、一つずつ包装された歯ブラシ。そして、使い切りタイプの歯磨き粉、シャンプー、リンス、ボディーソープ、洗顔料まで。これはすごいわ。こんなにもアメニティが充実しているなんて。こんなの見たことないよね。タオルはバスタオルとフェイスタオルの2種類がちゃんと用意されているよ。おっと、ヒゲ剃りまである。信じられないわ。これだったらタオルを持ってこなくてもよかったのね。本当だよ。このことを知ってたら僕たちの荷物はもっと少なくできただろうね。私はこの部屋の充実したアメニティを見てとっても驚き、機嫌が少し治ったわ。しかし私が驚いたのはこれだけではない。私たちがシャワーを浴びて疲れを癒した後、トーマスがこう言ったの。じゃあ夕食を食べに行こうか。1階にある和食レストランで食事が取れるみたいだよ。1階のレストラン？今日はこのホテルのレストランで食事をするの？ああ、今日の宿泊コースは食事付きなんだ。さっき受付の時にチケットをもらったから、それをお店で出したらいいみたいだよ。そうなの。でも晩ご飯はちょっと外で食べたかったわね。ホテルの食事なんて安っぽいビュッフェでしょ。まあまあいいじゃないか。今日は疲れてるんだからさ。お出かけは明日からだよ。こうして私たちはホテル内のレストランで夕食をとることにした。すると私はどうせ安っぽい料理が出てくると思っていたんだけど、この時の料理は私が想像していたようなものではなかったわ。なんと、この時出てきた料理は豪華な懐石のコース料理だったのよ。すっごいわ。お刺身に天ぷら、和牛のステーキに焼き魚、お鍋に前菜。これ、全部私一人分の料理？この後にはまだまだデザートなども来るみたいだよ。すごいね。料金は？料金はどうなっているの？料金は宿泊代金に入っているはずだよ。それならよかった。でも、こんなにも素敵な料理がホテルで味わえるなんて思っても見なかった。私たちはホテルの料理に大感動したわ。そしてこの食事をしたあたりで、私は日本のホテルの料金システムがなぜ部屋ごとではなく人数ごとになっているのかが分かったわ。それは宿泊客一人一人にクオリティの高いサービスが用意されているから。部屋の中の豊富なアメニティは人数分用意されているし、豪勢な食事もそれぞれに提供される。そして部屋のベッドはとても綺麗にメイキングされているし、スタッフさんも宿泊客みんなに丁寧かつ親切に接してくれるわ。そしてそんな素晴らしいサービスを受けていながらチップを支払う必要もない。日本にはチップの文化がないのよ。私はホテルのスタッフさんに荷物を運んでもらったり、おすすめの観光地を教えてもらったり、ルームサービスを注文したりした時に毎回チップを渡そうとしたんだけど、きっぱりと断られたわ。宿泊客一人一人に充実したサービスが提供され、さらにチップも発生しない。宿泊料金が人数ごとになるのは当然のことね。このことを理解した後、私は一度ぼったくりなのではないかと思った自分を恥ずかしく思ったわ。これが一泊一人の価格が60ユーロじゃ安すぎるわ。日本のホテルのせいで私たちカップルは喧嘩をしてしまったけど、ホテルを出る時にはすっかり仲直りしていたわ。こんな素敵なホテルに宿泊できたら誰だって最高の気分になるもの。私が日本で宿泊したホテルはそう思える最高のホテルだったわ。
以上がエピソードの概要です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。一人当たりで料金を払うことには納得がいく。だって一人一人がサービスを受けるわけだからね。一人一人に請求？誰か説明してくれないか？これが彼らの習慣なんだよ。気に入ったら予約すればいい。気に入らないならキャンプ用品を持っていけ。アメリカとのあまりの違いに驚いたよ。アメリカでは日本のような値段でこんなに素晴らしい宿泊施設はないね。アメリカなら街の本当に恐ろしい場所にあるフリーバッグのモーテルに行き着き、ネズミが夜中にあなたの布団で眠るだろう。以上が海外の反応です。皆さんは日本と海外のホテルとでは料金システムに違いがあるということをご存知でしたか？日本のホテルの料金は人数ごとのケースがほとんどで、海外では多くの場合が部屋単位です。そして日本のホテルの料金システムが人数ごとになっているのは、アメニティや食事、他のサービスなど宿泊客一人一人への徹底したサービスが理由になっています。日本のホテルではその料金に見合った宿泊客に対する徹底したサービスが実践されているのです。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、まゆがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いいたしましょう。日本っていいね。